あら、いらっしゃい、ズーク。よう、イーブ。どこにいるんだ？座ったら、ズーク。座るって？ああ、そうか。この椅子覚えてる？それとももう忘れちゃった？まあ、忘れたって無理ないわね。椅子って、思い出に残るためのものじゃないもの。この椅子、あなたのものだったのよ。あなたが捨てるまではね。イブ、俺は…いいのよ。許すわ。さあ、この器に体を委ねて、私からの贈り物を受け取ってちょうだい。昔みたいに、時の砂時計を感じて。ああ、うん。今タティアナが座ってる椅子のことかい？彼女は私のすべてを受け入れてくれるわ。愛してるけど、座る人のいない椅子は存在する価値がない。ねえズーク、彼女が見えんの？どこ？すぐそこに。どこ？思った通りね。ズークの世界観が分かっていないわ。あなた、タティアナが背もたれを胸に抱えてるのが見えないの？バカなの？装備性のかけらもないんじゃないの？え、意味不明。なぜこんなセンスのかけらもない子を選んだりするの？あなた。大学時代覚えてる？私が大陸で、ズークが海だった時のことを。あなたの波が私に当たる快感、二人だけの世界を。恋しくないの？あの快感はもう欲しくないの？こんな小娘のために私を捨てたっていうの？自分の評価を落としすぎじゃない？ちょっと哀れね。とっても哀れだわ。でも、戻ってきてくれた私の前に。お互いの救世主になれるわ、私たち。今日、あなたは救われるのよ。心を空っぽにして、私の目を見て、生まれ変わるのよ。あなたの選択は間違ってるわ。彼女は炎、炎と海は混ざらないわ。私の名前はメイデンよ、わかった？準備はできたよ。これでどう？やあなたとその子の間に計り知れないエネルギーを感じるわ。そんな資格もないくせに、そんな資格ないくせに、私のものにならないなら。消えなさい。一体何が起こってんの？ズーク、どこにいるの？まだここにいる、メイ。落ち着け。前にもこんなことがあったんだ。このまま続けるんだ。行くぜ。Thank you.
してこんなに絆が強いの？共通の憎しみで絆をより深く、私への憎しみで、そんな…あなたも同じだったのね、ズーク。私が怖いんでしょ。逃れられないのよ。一つだけだ。見せてやろうよ、ズーク。レッドライト。グリーンライト。ほほほ。シャッシャッシャッカラカッパの感覚と合う人は世界に一人もいないんだわ。ちょっと話してくる。行きなよ。すべては無。なんで無にパフォーマンスなんて。イブ、やるべきことはまだたくさんあるけど、ここには居場所がない。イブ、大地も海も炎も全部無駄になっちゃった。聞いてくれ。終わりよ、終わり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 。イブ、君は一人じゃない。来ないで。もう騙されないわ。イブ、星がとても美しく見えるわ。目を閉じようかな。さようなら。イブ、ごめんよ。君の理想のズークになれなくてごめんな。初めて会った時、すぐに俺の中にある可能性を見出してくれたよな。俺が君と同じ世界観を持てると君に希望を与えちまった。でも
俺は君とは違うんだ。同じだったらどんなに良かったか。でも違うんだよ。じゃあ二人でやり直したら。もういいんだ。逃げたのは俺が臆病だったからなんだ。今ならわかる。でも今日君を見てパフォーマンスにこそ生きがいがあるんだって思い出したよ。一生世界観を共有できる人に出会えないかもしれないって不安になるのはわかるさ。でも君なら大丈夫。他の人なんか必要ないよ。君自身で十分なんだ。耳の痛い話ね。でも私そんなに強くないかも。君はいつだって俺より強かったよ。他の誰にもできなくたって君ならできるさ、ナディア。それじゃあ俺はもう行かなきゃ。元気でな。ところでさ、メイデイのことをよく知れば君もきっと好きになると思うぜ。ありがとう、ツーク。